こんにちは、まーです。グラサもやっていきたいと思います。秘宝です。今ね、動画撮ったのに画面収録できてなかった。あー、やらかした。まあ別に大した動画じゃないんだけどさ、めっちゃあのね、声だけ撮ってて画面撮ってなかったの、全く最悪なんだけど。初めてやらかしたかも、これ、このパターンは。で、今日何したかっていうと事後報告になるんですけども、はい、こちらホスルちゃんを覚醒しましたっていう動画です最悪や。あー、やらかした。最悪、マジやらかした。まあいつも通りね、わー覚醒みたいな感じでやってただけなんですけどね。ショックだよね。はい、ということで改めて性能を見ていきましょう。情報修正されたので、フォスレちゃんね。で、なんでフォスレちゃんにしたかっていうと、まあその情報修正もあったし、守りちゃん、前に覚醒今更したんですけど、守りちゃんとフォスレってなんとなく私の中でワンセットになってて、なんでだろう、なんか同じ時にガチャ出たのかな、なんかもう忘れちゃったんですけど、なんとなくそういうペアな感じだったので、守りちゃん覚醒したならやっぱフォスレもしたいなということで、フォスレしました。で、アビリティ、瀕死時奥義ゲージが1ずつ自然回復、瀕死時 HP が40ずつ自然回復、最大 HP15% ダウン、30秒間徐々に最大 HP アップ、元の最大 HP から最大 50% アップと。で、スキルが、スキルを発動するたびに自身の攻撃力アップと。これ強いですよね。奥義を発動するたびに自身のブレイク力アップ、最大120ということで。で、新奥義が高確率で敵を気絶状態、20秒間敵のブレイク耐性 40% ダウンということで、結構ブレイクに特化した感じなんでしょうかね。はい。ということで、フォスレちゃんを、覚醒したよっていう内容。あとね、無料錬金じゃないわ。無料召喚をさっき引いたの。別に大したもん出なかったんだけど。で、さっきのね、その動画撮ってて発見したことなんだけど、これ。私、全然ストーリークリアしてないのね。見てわかると思うけど、こんなにやってないの。したらさ、これ、1,2,3,4,000錬金も手に入るということが今わかりました、私。衝撃を受けております。で、現在の闇フェンのための錬金石の状態なんですけども、こちら。9483ということで、ここにまあ4000加わったら、だいたい1300ぐらいかな。なので、そっから7000ってなると、さすがにきついんじゃないかなって思ってるので、とりあえず、クリスタルを貯めれるだけ貯めて、まあ、錬金石もできるだけ貯めて、でも、なんて言うんだろう。次回のガチャにも取っときたい、次回っていうか次のすごい欲しくなったキャラのために錬金は取っときたいっていう気持ちもあるので、まあ、できればこの錬金は1万で終えたいんだけど、とりあえずクリスタル、まだストーリーやってないのとかあるから、伸びしろがね、いっぱいあるのよ。私ね、これもやってないんだよね、これ。これでまあ地味にね、錬金とかまあクリスタルもらえるので、ちょっとね、頑張れるだけ頑張ってみようと思います。で、この、フェンのガチャが、4月12日の、13時59分までなんですよ。なので、あ、今ステップアップ見ちゃったけど、なので、もう勝負は4月の11日木曜日の夜までなんですよね。ってなると、
一応それまでギリギリまでクリスタルと錬金石をありったけ集めて、4月の11日木曜日に生配信してリベンジぶっぱしようかなって思ってます。今んとこまだ未定です。予定は未定なんですけども、一応それに照準合わせてちょっと、貯めようかななんて思ってます。まあ、次のねガチャもさ、ケインとか何だったっけ、フォルテとかもしかしたら来るかもしれないし、あ、その前にロディアか、ロディアが来るんだけど、まあ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 取っときたい気持ちもあるんだけど、とりあえずやっぱ闇フェンはね、私の中で11日までしか待ってくれないから、まあ、12日ちょっとやっぱ仕事だからちょっと引けないなと思って、なのでちょっとそれまでね頑張って貯めます。はい、ということでね、動画、撮れてなかったんですけど、フォスレを覚醒した動画、覚醒したっていう報告と、闇フェンに向けての、計画的犯行でした。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。